本能のオーブ、獣人王なら何か知ってるかも。みんな行ってみよう。
がこそがなるべきだ。そうじゃないのか。気に入らねえぜ。ケビンなんて弱虫が次の獣人王だなんてな。俺は絶対認めない。わしがいつあいつを次の獣人王と決めたと言った。真に強い者こそが獣人王。大いに結構。お前の言う通りだ。おお、さすがは獣人王。ふん、見るがよいわ。お前の力を試すちょうどいい機会がやってきたようだぞ。ケビン、いいところへ来やがったな。俺はお前を倒して次の獣人王になる。言っておくが、お前に勝てないままどここへ行っちまった弱虫ルガーなんかと俺を一緒にするんじゃねえぜ。てめえなんざひとひねりだ。ルガー、弱虫違う。弱虫は弱虫同士かばい合ってな。お前も弱虫、ルガーも弱虫。負けるのが怖くてここを出て行ったんだ。違う。ルガー侮辱するな。おいら、お前許さない。やっつけてやる。望むところで。獣人王、ケビンが息子だからって止めねえよな。当然だ。力のない者など息子ではない。聞いたか、ケビン。覚悟しやがれ。敵よ、これで大丈夫だよ。これで大丈夫だよ。これでも食らいなさい。オイラたち、強くなった。On l'a éjecté, mais bien comme il faut, quoi. Maïtaka! Oira, yoamush janai! Ruga e no kotoba, torikase! Ksa! Oboete yagare! Dou yara skoshi wa ude o ageta you da na. Jujin o, kikitai koto aru. Honnou no obu, shitteru ka?なぜその名を知っている。世界の危機救うため探してる。もう一度聞く。本能のオーブ知ってるか。知りたければ月読みの塔の最上階まで来い。そして次の獣人王として皆に認められるよう自分の力を示すがいい。そうすれば教えてやる。わかった。つくよみの塔だな。おいらやってやる。とえいよっと。
ここまで来てみたものの、獣人王の言ってた力を示せってどういう意味かな。ケビンさん、震えてるでちか？怖くて震えてる。違う。オイラ、弱虫じゃない。自分の力、みんなに見せる。それ楽しみ。だから震えてる。みんな、行くぞ。ならもらっていい？これでも敵みんなで倒せ。エクスプローダよ。こんなもの、こんなもの、これで大丈夫。おいら白だ。負ける気がしない。敵をお願い。気をつけて。当たって。これでも食らいなさい。 よし。これが修行の成果でち。お願い。もう邪魔ね。こっちは急いでるのに。よし。お金がいっぱい。今なら何でも買えそうね。エクスプロード。ザコね。これで大丈夫。これで狙いなさい。まだまだね。お願い。当たって。これで大丈夫。私たち強くなったのね。出てきたでちね。エクスプロード。敵よし。エクスプロード。こんなもの？シャルロット、強くなりすぎちゃったでち。今回の敵、弱そう。お願い。一瞬で終わらせ。こんなもの？これでも食らいなさい。大丈夫でち。これで大丈夫でち。大したことなかったわね。今回は楽勝。お願い。こんなもの？エクスプロード。デーチ。急いで進もう。よっ。これ。敵、倒せ。エクスプロード。敵よし。お金がいっぱい。今なら何でも買えそうね。エクスプロード。こんなもの？エクスプロード。こんなもの？これがオイラたちの実力。エクスプロード。シャルロットがやっつけてやるでち。エクスプロード。まだまだね。お金が貯まってきたわね。ここらでパーッと使っちゃわない？今回の敵、弱そう。エクスプロード。エクスプロード。急いで進もう。エクスプロード。オイラの出番。お願い。まだまだね。エクスプロード。よし。今の戦い、オイラだけでも十分だった。
待っていたぞ。獣人王。やはり随分と成長したようだな。だが真にお前が力を示すのはこれからだ。さあわしを倒してみろ。仲間たくさん、卑怯だぞ獣人王。バカ者が、こいつらはただの見届け人よ。お前がやはり力のないものだと証明するためのな。ケビン、本能のオーブについて知りたいのだろう。ならばわしを倒し、獣人の王者としての力を示してみよう。さあ行くぞ。獣人よ、おいら、お前には負けない。奥さんか。そうでなくては話にならんがな。みんな離れて。よし、もっと、もっと力を見せろ。これかな。もう一撃を受けてみろ。ケビン、おいらいっぱい戦ってきた。昔とは違う。この戦い絶対に勝つ。ヘキトベ。よし、ヘッヤッヨッヘッ。もっとだ、もっと力を見せろ。ここだ。マッヨッヘッヘッハッヤッヘッヤッヘ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 ッ。何刺激を受けてみろ。もっと力を見せろ。はいよ。この刺激を受けてみろ。これかな。はいよ。もっと力を見せろ。なに、ぬっ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 、もう
獣人を、お前やっつけた。本能のオーブのこと、教えろ。いいだろう。本能のオーブとは、長く獣人の間で受け継がれてきた獣人の長の証。持ってゆくがいい。これを持つ者こそが獣人の長。本能のオーブ、手に入れた。おいら、クラスポーになれる。腕を上げたな、ケビン。だが、あれがわしの真の力だと思うなよ。獣人を、強かった。でもおいら、もっと強い。おいら、もっともっと強くなる。ああ、それでこそ獣人王を継ぐ者よ。お前が望む限り、いつでもわしが相手になってやるからな。Et voilà, c'est d'ici que je vais arrêter l'enregistrement et je vais essayer de finir avec